はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。前回の動画で最高の人生を送るための5つのコンディショニングという話をしました。つまり状態ですね。B 動詞の B になるための話なんですね。今日はですね、その上でさらに Do ですね。何をするか、つまり最終的に何を実現するか、思い通りの人生を送るためのアクションプランを5つご紹介したいと思います。まずおさらいなんですけども、前回5つのコンディショニング、状態作りって言いました。1つ目はですね、掃除ですよね。掃除をする。そして爆笑する。美味しいものを食べる。まあいい気分にするってことですね。で、パワースポットに行く。で、最後はダラダラするってことですね。掃除、爆笑、うまいもん、パワースポ、ダラダラするってことですね。なんとなくね、もうだらけたなんか怠惰な感じじゃないかと思われるかもしれませんけども、状態作りですんでね、なんか、マッチョに頑張ってさ、自分を追い込んで、自分の自尊心を下げることするわけですね。まあ、ある意味自分を甘やかして、自分を気持ちいい状態にするっていうのが大切なわけですね。でも今日はですね、その上で具体的に何をするかっていう話をしたいわけです。まずですね、一つ目なんですけども、まあ、年始ってことありますんで、とても大切な話をしたいと思います。そのことができれば、まあ、半分以上は自分の人生思い通りになります。いやもう7割って言っていいかもしれませんね。実はこの動画でもですね、そのトピックで何回も上げてるんですが、それは決めるってことです。決めるってことなんですね。決めるってことなんですよ。ほんとね、俺決めたらね、ほんとその通りになるんですよね。僕はね、このことに気づいたのは、で、このことを知ったのは、15年ぐらい 前ですね。僕がまだこの世界というか、フリーランスになって、つまり会社を辞めてですね、自由の身になった。まあ、逃げるように会社を辞めたわけですけども、自分の人生をこれからね、もう本当自分からゼロから構築していくんだっていう、その時に、とある方、まあ、石井博之さんという方なんですけども、その方のセミナーテープね、音源を聞いてたわけですよ。で、その方も独立したばっかりの時に、全然仕事もなくって、お金もなくって、まあ、ダメダメな状態だったけども、年始に、もう絶対に俺は来年の今頃はもうすげえことになってるんだって決めたんだって言ったらすごいことに本当になったって話なんですね。いやもう自分が思った以上になったって話なんです。つまりね、決めるっていうことがねめちゃくちゃ大切なんですよね。でちなみに僕も15年前にそうやって決めたわけです。その結果、ね、決めたらね自分が思いもよらないような引き寄せが起こるわけですよ。例えばね、まあこれよく言ってるんですけども、収入源全くないんですが、あるパワーグッズがポンって飛んできて、でそれを販売することで2年か3年ぐらいですね生活できたんですよね。でそれはまあ間もなく辞めてしまったんですけども、でも僕は今セミナーとか本を書いてるとはしてますよね。それもね、自分からなんかマッチョにね、貪欲に行ったというよりはなんか向こうからやってきた、まさにね引き寄せたっていう感じなんですよね。だから俺毎年さ、決めて決めて決めてまくってるんですよね。僕のブログ、宇宙と仲良し見てもらったら分かると思いますけども、1月1日に決めてるんですよ。10個ぐらい僕の大まかな構想を、まあそのアクションプランという目標設定をしてまして、で具体的に何するかってことですね、かなり数字も厳密にやってるわけですね。でもそのことをずっと見ながら生きてるっていうよりは、まあ一回決めてしまったらあとはもう野放しでいいんですよ。いろんなシンクロが起こることを待てばいいんです。具体的にですね、じゃあ1年前僕はあることを決めました。何を決めたかというと、俺は YouTuber としてやっていくんだっていうふうに決めたわけなんですよね。ただ決めて口で言うだけだったらちょっと力が弱いんで、僕はちょうどねその時本当に引き寄せたと思うんだけども、酒井義忠さんっていうですね、 YouTube コンサル、動画コンサルの方がですね、それで募集をしましたんで、まあ、50万円でした。そんなにね高くもないんですけども、安くもないという値段ですよね。まあ高いかもしれないですよね、人によってはね。でもポンとそれを払ってですよ、で俺は決めてやったわけですよ。まあ別にね、コンサルを受けたからといって、すげえ特別な、なんか情報を得られてるというよりは、僕が動画を毎日上げていくことの、まあ、モチベーションですね。それにすごく寄与した。で、その上で、いろいろお話をする中で、自分の考え方とか方向性を整理させてもらってるという意味で、まあ非常にね、まあ僕今考えたらね、50万円でこんな風になるんだから、めっちゃリーズナブルやんけと思ったわけですね。でもやっぱり、何かどうなるか分かんないものに対して、ポンと払うっていうのは、ある種の、決めるっていうですね、決断っていうのは大切なわけですよ。ですんで、単純に決めるって言うんだけども、やっぱり何かしらのアクションと結びついて決めるってのは必要かもしれない。でもアクションが分かんない場合はですね、もういいやね、来年私すげえことになってるから、もうね、半端ないよって、10倍、100倍ぐらいすげえことになってるんだっていうふうにね、まずは宣言してみるといいです。で、そのことを強くね、念じる、決めるんです。もうね、
決めるってことはですね、具体的にどうすれば決めたことになるんですかってね、言われたところですね、まあそのアクションプランに結びついてるとか、状態を変えるとかですね、いろいろあるんだろうけども、とにかくね、俺決めるとしか言いようがない。だからあなたは決めましたかってことです。それに対してイエスって言ったらそれは決めてるかもしれない。でも、いや、どうかな、私ちょっとまだ決めきってないかなって言ったら決めてないんですね。もう決めたか決めてないかの決めたになりましょうということが一つ目です。で、二つ目なんですけども、はい、月に一回は、まあ意識しながら、新しいことをしようということなんですね。で、僕はですね、このブログを書きながら、こういう提唱をしたことあるわけですね。月に一回は新しいことをしていきましょうという。で、これは皆さんに呼びかけたこともありますし、で、僕自身がいろいろ実践してるわけですよ。じゃあ、新しいこと何かって言ったら、まあ、スカイダイビングするとかさ、バンジージャンプを飛ぶとか、なんかナンパをするとか、なんか、そういうことでなくてもいいんですよ。例えばですね、本を読むでいいんですよ。新しい本を読む、新刊、新しい人に会うとかですね、新しい神社に行くとかですね、なんだっていいんですよ。僕はそんなにね、ハードルを上げたり、なんか自分に負荷をかけるっていうのは、あんま好きじゃないっていうか、得意じゃないというか、僕自身が弱い人間ですんで、ストレス耐性がですね、非常に弱いんですよね。そういった意味でですね、もう何でもすぐできるのですね。まあなんだろうね、これね。まあ本ね、俺結構大概もここにあるの全部読んだよね、大体ね。どれかな。あ、ちょうどあった。これ僕の編集者さんが作った大島健介さんね。不思議な人生を開く不思議な百物語。ね、これまだちょっとあんま読んでないんですよね。はい。これを読むということだけでも全然いいんですよ。だから新しい本をね、もう毎月毎月読んでますよって言ったら、それはそれでいいかもしれない。でもまあ、その上で、あえて、いや、今までやってない、なんかね、新しいことねえかなと思って、新しい人に会ったり、僕のセミナーに来たりとかですよ。まあ、そういって、新しい体験をしていくとですね、すごくいいってことなんですよ。まあ、いわゆる潜在意識がどんどんゴロ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 変わっていくって話なんです。で、三つ目なんですけどね、これはまあね、新しいことにもつながるかもしれないんだけども、筋肉を使うってことなんですよね。筋肉を使う。じゃあこれ具体的にどういう意味かって言ったら、筋トレなんですよ。筋トレ。ね。僕は自信がないんですよとかですね、なんか自分がうまくいくようなね、実感がないんですよ。で、どうしたらいいんですかっていう、ことよく言われるわけですね。で、その中でですね、まあ、いろんな、例えば、自信を育てる心理学とかですね、まあ、その自尊心を上げるための参加条とか、いろいろね、あったりするんですけども、別にこの本僕もすごく、ね、読んで、参考にして、いろいろ、ね、すみません、だからね、引用させてもらったりしてるわけですよね。サニエル・ブランデンさん、自信を育てる心理学、自己評価入門みたいな感じですね。まあそうやってなんか自尊心を上げたり自信を上げるっていうのは、まあいろいろあるんですけども、でもね、一番簡単なのは筋トレだって話なんですね。じゃあ筋トレだからといって、じゃあ1日100回の腕立てをするとか、なんかヒンズスクワットを300回するとかですね。まあそういうことじゃなくてもいいんですよ。例えばプランクってありますよね。こうやってまあ調べてください一回ね、プランクっていうやつで、床にですね、こうやって肘つくんですよ。肘ね。肘ついて、で、まあ、体育をまっすぐにするっていうのがあるわけですね。で、それね、実際めっちゃ簡単そうに見えるし、めっちゃ楽そうに見えるんだけども、やったことがない人はですね、普段あんまり筋トレの習慣がない人がやると、多分30秒でプル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 いってダーンなりますよね。で、2分間ぐらいできたりいいわけですよ。で、僕のね、息子がね、今なんか最近ちょっと筋トレというかなんかそんなに目覚めてるみたいで、30分ぐらいフラフープしてるわけですね。で、プランクも最初ね、30秒できてなかったのが、今2分ぐらいできてるわけですね。なんかなんとなく、あいつあいつで考えてやってんだなっていう気がしたんだけども、その筋トレっていうの、筋肉を使うっていうのはですね、実は潜在意識を、まあ、調教するとか、潜在意識を鍛えるっていうことと同義なんですね。で、僕のこの動画でも何回も言ってるんだけども、潜在意識って何かって言ったらさ、それ身体、体なんだよね。で、潜在意識で筋肉に宿るわけですよ。つまりね、潜在意識を強化するってことは、筋トレ、筋肉を強化する。それと全く同じなんですね。これメタファー、比喩じゃないんですよ。筋トレなんですよね。でも筋トレと言ったとしても、さっき言ったように、なんか腕立て100回とか、ヒンズスクワット1000回とか、そういうことじゃなくて、ちょっと筋肉痛になるぐらい。で、この間俺山登りしたんだけども、少しね、まだ体が、足が筋肉痛になってるわけですね。そういうなんか、プチ筋肉痛みたいなのがずっと続いてると、なんとなくいい感じですよね。別にその筋肉痛が、基準というわけでもないんだけども、なんとなくそういうね、体を使うという習慣が大切なわけですよ。例えばですね、同じように自分を、強くするとか、自信をつけるっていうことの方法としてですね、まあ筋トレって今言ったんだけども、同じこと言ってる人結構いるわけですよ。例えばですね、2チャンネルの創始者のひろゆきさん言ってますよね。同じ質問に対して筋トレって一瞬で、返答しました。あとは、YouTuber さんだったら、まなぶさんとかですね、まこなり社長とかですね、そういう方々が筋トレを、
おすすめしています。そういった意味ですね、まあ、成功者はみんな筋トレをするし、まあ、筋トレこそが最高のソリューションであるというね、そういった格言本も確かあったと思います。はい、これ3つ目ですね。で、4つ目なんですけども、これはねワクワクするっていうことなんですよね。やっぱりね、ワクワクする。年末にですね、とあるあの先生術関係の先生から電話かけてきたわけですよ。なんか俺頼んでもいないんだけどね、Q さん、石田さん、来年ちょっと運気下がるから気をつけてねってやるだけですね。いや、俺聞いてないんですけど、って。しかも俺なんかこれからめっちゃ運気上がるって前聞いたと思うんですよねって言ったんだけども、僕今46歳なんだけどさ、来月で今年47歳になるわけですよ。ほんで、来年48歳になるわけですね。だから48歳からめっちゃすごいんだけども、めっちゃすごくなる、1年前はちょっとね、波乱が起こるから、なんかいろいろ言ってきたわけですよね。で、俺それ言われたところでさ、じゃあどうしたらいいんですかって話ですよね。じゃあ俺本出します、旅行きます、それやめろってことですかって、いやそういうことじゃないんだって話ですね。じゃあ受け身にとか言うんだけども、え、どう、何をする、どういうことなんですかって言ったらさ、結局こう言ったんですよね。ワクワクすることだけやっときましょうと。で、俺この言葉を聞くためにね、あのメッセージがあったんじゃないかと思うわけですね。で、それでですね、いろいろ考えたというか、いろいろ分かったんですよね。つまりですね、先生術とか三名学とかですね、いろんな占いとか結構あるじゃないですか。それは最終的にね、ワクワクすることをするという、それだけに一緒に結びつくわけですよ。例えば手相がこうあります、ああありますとかですね、生命判断こうあります、ああありますって言うわけじゃないですか。例えば斉藤ひとりさんなんかね、あなたの名前は最低ですとかですね、なんかあなたの運気は非常に悪いですって言われたらしいんだけども、いや俺関係ねえもん、俺自体だもんねって感じで、で俺ワクワクする、自分のやりたいことやってたらいいんだよって形で、多分斉藤ひとりさんはすごく経済的にもですね、物質的にも人間関係的にも精神的にも非常に恵まれた人生じゃないかなと僕は思うわけですよ。まあ要はですね、あの運勢とか何とかってあんまり気にする必要ないわけですよ。仮にあなたが変なふうなね、ことですというふうにちょっと運気下がりますとかさ言われたところでさ関係ないのよね。逆にワクワクすることに集中すればいいってことです。ですので4つ目はですね、もうね、ワクワクしないことやめましょうね。ワクワクすること、もうそれ改めてね、もうこれスピリチュアルとか自己啓発でよく言われるんだけどさ、はい、僕は今年はですね、だからワクワクすることいっぱいしていきたいと思います。それはもちろんね、人間関係の衝突があったりさ、ね、へこんだりすることもありますよ。でもそれはそれで次に進むため の, あのジャンプをね、グッと下がってるという、グッと下がるからこそブーンと上がるってことがあるわけですよ。まあそうなるかどうかちょっと分かりませんよ。でもいずれにしても僕はワクワクすることをですね、ずっとやっていきたいなというふうに思っています。はい、これまでの通りです。これまでを踏襲して引き続きワクワクをやっていきますってことですね。で、最後なんですけども、まあシンプルに一言言いましょう。続けましょう。ね。続けるってことなんですね。YouTube でやった、僕は YouTube やるんだって言いながらですよ。全然やんなかったら、ね。なんもならないですか。YouTuber として俺は、ね、多分5万、10万、50万、100万のね、チャンネル登録を超えるですね。YouTube としての成果、結果、成功を自分の手にするんだって決めたんだけども、全然やってないんですよね。っていうことじゃないんですね。やっぱり地道に続けるってことなんですね。筋トレとか、プランクとかですね。まあそういうことも地道に続ける。練習を地道に続ける。もう続けるというね、ブログも毎日毎日書くね。そういうことはですね、まあ非常に大切なんですよね。だからこれは全部リンクしてるわけですよ。決めるってことがまず最初にあるでしょ。で、決めた中で、じゃあ、二つ目がですね、新しいことをしましょうっていうことですね。あとは筋トレをしましょうということですね。あとはワクワクすることをしましょうね。最終的にそれを続けるとですね、決めるから続けるまでですね、結構まあその一貫した流れがあるわけですけども、その中でワクワクだったり、筋肉を使うね、筋肉を使うだったり、新しいことをしようね、新しい本を読んだり、人に会ったり、ね、新しい音楽を聴いたり、そういったことをどんどんしていきましょうっていう話ですんで、別に今日言ってることはなんかすごく珍しい話でもないと思うんですけども、この5つね、ちょっとどっかメモってさ、手帳にもメモって、スマホのメモ欄でもいいんで、それ実際書いてみてですね、ちょっと肝に銘じておけばいいのかなと思います。というわけでですね、状態づくり5つで、具体的な行動計画5つということでですね、10個あげましてね、最初からおさらいしましょうか。掃除、爆笑、うまいもん、パワースポ、ダラダラ。で、決める。新しいことをする。筋トレをする。ワクワクする。続ける。はい。これで10個。ね。今年は、というか、これからの人生はこの10個をちゃんとずっとずっと肝に銘じて、意識してやっていけば、もう思い通りの人生、そして、めちゃくちゃピーハスなね、ハッピーな毎日には送れることは間違いありませんので、ぜひ実践してみてください。どうもありがとうございました。